ウクライナ情勢の影響で中国でもガソリン価格が高騰し来週には過去最高になるというの見方も出ていますこちら、レギュラーガソリン1リットル当たり8.05元日本円で147円ほどとなっています。 ウクライナ情勢の悪化に伴い世界的に原油価格が高騰する中、中国メディアは来週にも過去最高値を更新する見通しだと報じています。また5日には中国の航空当局が旅客機の燃油サーチャージの上限を2倍に引き上げました。 エネルギー供給への不安が広がる中中国政府は7日の会見で原油や天然ガスの輸入コストが高騰していると認めた上で全体的な影響はコントロール可能だとの考えを示しています。